お豆腐が食べたいです。お豆腐、これコンビニで買ってきたお豆腐です。ぐちゃぐちゃにして、意外とあれだよな、ヘラの方がいいような気もするよね。そしたらこれですね、調味料、ほりにし。ほりにしいいよね。はい、ほりにし豆腐。豆腐チップ作ります。ポテトチップスみたいなお豆腐チップを作っちゃうからね。まあお豆腐をぐちゃぐちゃにするだけなんですよ。いいんじゃない。味付けは、おすすめは俺にし、というか俺が考えたわけじゃなくて、 YouTube の人が言ってただけなんですけど、よいしょ、こっちがいいな。いいんじゃね、俺でじゃねえすか、これで。そんな滑らかにしなきゃいけないの。つうか味どうなんですかね。ああ、うまい。あ、結構程よくニンニク臭がある。そしたらちょっとね、撮影しながらできる自信はないんですけど、これをここにね、ちょっと待って、今一旦全部お皿にこれを盛ります。まあいいや、一個でいいね。まあこれを、まあ、4つぐらいに分けるっていうのもありなんだけど、でっかく作ってカリカリ割りながらは食べるっていうのもありなんで、そっちでいこうかな。ちょっとなんかよく酔っ払っててよくわかんないです。こうやって薄くなっちゃうとダメだから、こうならないように。あ、これちょっとお皿の形がうるせえな。え、なんでなんで、こういう均一な厚み、均一な厚みにしてください。お豆腐を要は掘りにしと混ぜてぐちゃぐちゃにして、こうペースト状にします。これでいいんじゃないかな。とか、まあそんなこだわりねえからな、俺別にポテトチップス好きじゃねえから。ポテトチップスの代わりになるやつなんで。はい。ちょっとやってみますね。これを、レンジに入れます。はい、いってらっしゃい。600ワット5分。はい、いってらっしゃい。これね、5分じゃ足りないらしいんですよね。まあ、とりあえず一回これで焼きます。表っていうか、レンジは表も裏もねえだろうと思うんだけどね。一応、とりあえず5分やって様子見ながらみたいな感じなんですよね。
あ、ちょっと酒持ってくるから、ちょっと待ってろ。あ、ないな。え？お酒ないの？あ、うわ、やばい。やばい。右目に指を突っ込んじゃった。いった。まあいいや。まあ、目二つあるから、一つ無事だったらいいかな。酒ぐらいあんだろう。あった。最近ね、ストロングゼロ飲めなくなっちゃったんだよね。人工甘味料があんま美味しく感じられなくなってしまって、最近ちょっと氷結にしてるんですよね。あ、一緒だわ。やっぱもうね、ダメ。人工甘味料。あ、いいや。とりあえず、他に飲むもんねえから。ああ、日本酒あんのか。日本酒はね、これ日本酒飲みながら、左手の手のひらにお塩を、乗っけるんですよ。で、日本酒飲みながらお塩を舐めるっていうのがめっちゃうまいんで、これはかなり美味しいです。ただ、そこそこのお塩、いわゆる食卓塩とかじゃなくて、マグネシウムが入ったような、こういう、これ、俺はおすすめはこれですね。雪塩を手のひらにシュシュシュってかけて、なめなめ丸を飲むっていうのが結構美味しいですね。まあ、手のひらじゃなくてもいいんじゃないかなと思うけど。うるせえな、なんだよお前。なんだよお前。いいよ。ダメだ。すげえ酔っ払ってるわ。あと2分。さあ、これが、お豆腐をぐちゃぐちゃって掘りに塩をかけて、もう香りからしてやばいもんね。掘りに塩って何これ。あのニンニク臭もほんと程よく入ってますね。もうあのね、結構あんまりこれ言っていいのかわかんないんだけど、もう肉とかこれ振りかけて焼くだけでめっちゃうまいんですけど、でも大丈夫なんですかね。めちゃめちゃうまいんですよ。そのジャンク成分がどれだけ入ってんのかっていうのがちょっと怖いんで。まあとりあえずまだコオロギは入ってないからいいかな。まあ来年ぐらいに、まあ、ここにコオロギって多分出てくるから、まあ、絶対食わないよ。コオロギ入っちゃったらもう。いや、俺そんなに虫が嫌いなわけじゃないんだけど、あの茶色い虫が嫌い。あのなんだっけ、カマキリとか、あのバッタ、イナゴ系は。でもあいつらもさ、あの公害とか言ってさ、中東とかで100万匹とか発生してるやつって意外と茶色いから嫌なだけで、基本的には仮面ライダー世代なんで、そんなにそのバッタに対する嫌悪感は基本的にないんだけどね。まあね、コオロギはね、あの音、あんな可愛い音色で泣ける人を殺したくないな。これまあ全然ダメだね。はい、じゃあ追加で5分いきます。これね、600ワットでしょ。で、500ワットで
一回出しても、まあ基本的にもうあれですよ、うるせえなお前は、5分5分3分がいいみたいなこと言ってる方がいたんで、まあ5分だとねちょっとまだぬるっとしてるんで、もう一回5分いきます。多分その電子レンジの種類によっても違うのかもわかんないですけどね。っていうかね、もう片付けろよって話だよね。もう片付けられない体質っていうか、そしたらあの最近なんだっけな、生活じゃないかな、まあ思い出せないけど、その生活していくのに困ったところを助けてあげるみたいなサイトがあるんですよね。名前が出てこないな。でそれでまああれでもいいんですよね、あの定期的な家政婦さんみたいな、そういうのがね結構いろいろ見たら、さ1時間3000円でまあできるだけ頑張るみたいな。まあだったらお前が頑張れよって話ではあるんですよ。まあそういうなんかあれなんだっけ、ダメだ出てこない名前が。あこんなぐちゃぐちゃになってることがまずすでにもう破綻してるわけですよ、生活が。でこれをあのやってくれる人、あのあれなんですよね、あの今までだったらお掃除本舗とか会社に頼むじゃないですか、お掃除を。そうじゃなくて個人対個人であの依頼してやってもらうっていう時代になったんですよ。実はみんな気づいてない人多いけど、それで、まあ俺みたいな掃除ができない こんなんですよ、調味料とかも。でももう蓋が閉まらなくなってくる。これをやってくれる、お掃除を依頼、個人で依頼してくれるみたいな、そういうのを1対1で受け合うみたいなサイトがあって、1時間3000円とかね、1時間あれば結構やってくれるんじゃないかな。つうかおめえが1時間でやれよって話なんだけど、まあできるだけ自分で頑張って、あもうこれ以上無理ってなってから頼もうかな、その方がいいよね。さすがにこれむき出しでこれ見たら、あこいつダメなやつだって なっちゃう可能性あるから。まあそうなんだけどさ、実際まあもうちょっと頑張っ、ある程度掃除してから、そのまあ要はあれですよ、家政婦っすよね。まあ男でもいるんですけど、まあ男女どっちでもいいんだけど、でなんかいろいろこの間調べてたら、なんか男用に、男は執事みたいな感じで掃除して、男の一人暮らしの場合はちょっとメイド服着てやってくれるみたいな人もいるし、でもそもそも俺メイド服着てるしな、自分が。どうしようかな。で、あと、家の周りも、そろそろ、あれじゃないですか。あの、雑草が育ってくる季節なんで、これもちょっといろいろ処理しないといけないなと思って、一応あの、ペットとか子供がいても大丈夫みたいな除草剤を買ってきたんですよ。で、
それを昨日家中にばらまいたんで、もうね部屋中お酢臭いんだよね。だから多分お酢を原料にした除草剤かなっていう。はい、でこれで5分5分ですね。まあまあいいのかな。ちょっと待った。お箸。でこれで5分5分でこうなります。ちょっとぬるっとしてるんで、でこれでねあと確か3分だったと。だから13分、だから1回開ける意味が分かんないんだけど、じゃあ最初から13分でいいんじゃねえと思うんだけど、まあ一応ね、まあ多分途中経過見とけよみたいな感じなんじゃないかな。というわけで家政婦的な、まあ女性男性もいるんですけど、1時間ざっと見た感じだと1時間で3000円とかなんですよね。でもそれってむっちゃくちゃ仕事ができないやつだったら、あ、すいません、5時間かかりましたとかなる可能性もあるから、そこだよね、問題は。さっさとやれよ、みたいなとこあるから、俺とか結構そういうとこ厳しいからね。まあ、一回ちょっと頼んでみようかな、と思って、で、その、なんていうんですかね、あらゆることが個人に発注できる時代になったんですよね。だ今まではまあ会社に頼まないとできなかったじゃないですか、ほとんどのことが。例えばエアコン変えようと思ったらケーズ電機に行って、まあ、時間決めて、で何月何日の何時にエアコン取り付け作業しますとか言ってたのが、それをネットでそのエアコンだけ買って、その個人間取引で、あのエアコンのと、ああうるせえよもう、ふざけんなよ。だからエアコン取り付けますみたいな人たち、まあ要は腕に覚えがある人たちが、あの結構あって、しかもその評価番ですよね、ランキングみたいな、星みたいな、あこの人信用できるでみたいな。でちょっと信用が上がるほど若干高いけど、まあでもそっちの方がいいんじゃねみたいな感じで、エアコンの取り付けをすることにより、下手すると3割4割引きでエアコン取り付けできんだよね。いやまあそれしかないよ、もう企業の時代が終わるんじゃないかなと思って。まあそんなんで、誰か安くエアコン取り付けてくれる人がいたらお願いします。それでは、あ、っていうかそれではじゃねえよ、一番肝心なやつ忘れてた。これで5分5分3分でこんな感じです。ああチップスになってるわ、これやばくないですか。まあ味次第だけど、俺ちょっとねこの色合いから見るに堀西かけすぎじゃねっていう感じはあるよね。ちょっと半分ぐらいでよかったね。ちょっといただきます。おぉ！めちゃめちゃいい。熱い！これうまっ。この罪悪感のないポテトチップス。ちょっとお皿熱いんで。クッキングシートだけどね、これ。はい、完成。これはめちゃめちゃうまいし、おすすめです。ちょっと堀西入れすぎた感はありますね。